バイオハザード。コードベロニカ。ということで、約ね1時間くらいかけてここまで戻ってきました。はい。で今の装備がこんな感じになっています。一応ね毒を1回回復できるこの3種類のハーブを調合したやつ持ってきて、あとはショットガンとグレネードランチャー、まあ、各種持ってきてます。なんか BOW ガス弾っていうのがあったんですけど、まあ3発くらいやったしそんな効かなさそうだと思ったので持ってこなかったです。とりあえず硫酸弾、火炎弾をとりあえず最初にぶち込みまくって、その後に硫酸弾で残ったらグレネード弾やろうかなと考えております。はい。でそれでも弾が足りなかったらショットガンをぶち込みまくるといった感じですね。さあやっていきましょうか。さあここでセキュリティカードベロニカと打ち込んで進んでいきましょう。なら右上になんかワーニングとサンプルっていうなんかあるけど、それなん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 。ちなみにグレネードってさ、まっすぐ飛ばへんで手前にポンって落ちる感じやから結構近くで撃った方がいいかな。あ、そっか、ここで一発撃たなあかんねんな。ちょっと待ってね、飛ばしてここで一発撃たなあかんやつはショットガンでいくか。ちょっと待って。えい、 OK で飛ばして、さあすぐ行くよ。ほいほい、このチビコロがねちょっとめんどくさいんですけど、あいててててて、硫酸弾、さあ体力的にはどんくらいや。ポーションか、一応まだ耐えれると思っておこう。いいね。そろそろやばい。デンジャー走り回ってこっちから、よし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 、チビコロを処理したいな。ちょっと待って、まだ高所か、まだ大丈夫やと思っておこう。よし打ち込みまくれ。まだ高所、オッケーオッケー。やばい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 、ポイズンだったから全回復して、あと5発か。痛い。でもチビコロがねやっぱ邪魔やね。まだコーション、うわこれでも結構きついな。ほんまにこのちっこいのさえいなければ割と大丈夫やと思うんやけど、これで殴られた。あ、弾なくなった。よしよしよし、来た。これでどうなるんやろ。多分あのロケットランチャーみたいなんか取れるんじゃないかな。うわー、いっぱい来た。あ、そっか、この下にアリ塚があるからそれと融合する感じになってるのかな。うわ、えぐいなー。オッケー、これでとどめを刺してやるぜ。まだ回復1個あるよな。え、これ当てれる。え、大丈夫これ。
現か。当てろ当てろ。痛い。これどうやって当てたらいいんや。まだ意外と体力大丈夫。隙があるタイミングが、あ、ここ。うーっそ、マジ当たらへん。結構難しいぞ。あと一発くらい食らえるかな。そこ。よし。やったー。大丈夫か。クリス、急に BGM 終わった。クリス、ここでお前が出てくるの。ノー。え、どこ行った。クレア、わあ、めんどくさい。おーおー、すごいすごいすごい。普段からそういう感じでちょっと突破してくれへんかな。クリス。Well done, Chris. It turns out that Alexia's work wasn't much of anything. So now the only thing left is revenge. Let her go, Wesker. You don't want her. Fine.おーおお、優しい。あー、なんか上の鉄骨が怖い。 Today's a good day. I came for Alexia, but killing you is even better. Sorry to disappoint you, but Alexia is gone. アレクシアを手に入れてクリスも殺せて一石二鳥や思とったやろな、こいつ。俺の手にはスティーブがある。スティーブ In his body there's still a living T Alexia virusSteve should be a good specimen. Maybe he'll come back alive just as I did and be able to see your sister again. You freak! Don't you touch him! I'm sorry, dear heart. But my men have already taken him. You get out of here, Claire. But what about? As a surviving member of STARS, I have to finish this. Remember your promise.え、こっからウェスカーと戦うとかないよね。I'll end this once and for all. Say hello to my comrades who you've killed. I don't know where you get your confidence, Chris. ははは、割と普通に殴ったな。うわ、強っ。ああ。ああ、よかった、ムービーや。え、もしかしてクレアもこれ運転できる？ああ、あの上か。緊急時がどうのこうの、そうのこうの書いてあったもんな。一撃食らってもあかんやん、クリス。まあ、この時のクリスはまだ BSAA にも入ってないから、ね、そんなに格闘術もちゃんとしてないもんな。うわあ、痛い、これは。もう5分くらい経ったんじゃない？Magnificent, don't you think? おお、あいや。
おいバカが、バカがよ。強っ。知ってたけどね。この程度じゃ死なんでしょ、こいつも。血一滴も垂れてない。ああ、でもちょっとよろついてる。さすがに鉄骨が落ちてきたら痛いわな。ウェスカー。Today's your lucky day. Next time we meet, don't count on another. Next time. Until we meet again. めっちゃ笑うやん。ウェスカーくらいだったらここピョンって飛び越えれそうなもんやけどな。ウェスカーはその潜水艦に乗って帰るんかな。自爆、自爆装置作動してるからね。わー、アリスカか。うわ、やばい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 。すごっ。 Hey, you know that I always keep my promises.ああ、いや、もう墜落やろ、それで。確実に今ので墜落してたでしょ。Chris, promise me. Please promise that you won't leave me alone again. I'm sorry, Claire, but it's not over yet. There's still something we've got to do. You mean? Yeah, it's payback time. We've got to destroy Umbrella. Now, let's finish this once and for all.すげえカッコつけてるけど、あなた次出てくるの5とかじゃなかった。おー、バイオハザードコードベロニカ完全版。いやー面白かったけど結構ね難しかったですね、個人的には。一つ心残りなのは消火器、空の消火器を回収せずに来てしまったっていうところかな。マグナも取れへんもんね。いやでも、うん、面白かった。一応これでバイオハザードナンバリング、ナンバリングは全部プレイしてるし、あと外伝的なやつのコードベロニカ、あとはリベレーションの1と2を一応クリアしてるので、実質ほとんどやってるんじゃないかな。まあ、アウトブレイクとかさ、あの Wii とかで出たなんかアンブレラクロニクルズとかダークサイドクロニクルズとかはやってないんやけど、でもこう時系列にしっかり当てはめれるようなこういうストーリーのあるバイオハザードはこれで全部クリアしたはずです。やっぱり面白いな。スティーブ回収したって言ってたからワンチャン今後の作品で出てくる可能性があるってことですよね。まあ今のところ全く出てきてないけど、バイオハザード8くらいはクレア主人公とかになるんかな。クレア主人公にしてこうね、スティーブと再会するみたいな、敵として再会するみたいな展開やったら結構熱いけど、まあでも死んだからな、一応スティーブ、まあ、ワンチャンあるかもってくらいで考えといた方がいいかもしれないですね。
めちゃくちゃ面白かった。飛ばせる？飛ばせた。やっぱこのタイプのバイオハザード面白いな。コメントでも言われてたんですけど、おお、私服。クリスは、うん、私服やね。いやでもなんかこういうのいいな。お前らカップルやん。仲良すぎちゃう。ランク C か。リトライ7回もしてる。きつかったもん。おめでとうございます。自己タイム記録を更新しました。ランキングデータはアップロードしますか？しません。バトルゲーム追加。バトルゲームってなんやろ。いつもクリアしてからこういうのをやっちゃってさ。あーなるほどな。あ、スティーブもあれ。なんかあるんでしょ、マーセナリーズみたいな感じのやつが。はい、ということで今回はここら辺にして終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。まあマイペースに更新してると思うので、パート数が少ない割には結構長い期間やってたかもしれないんですけど、ね、毎回コメントしてくださる方とかもいて、すごく嬉しかったです、ね。できればね、チャンネル登録とか高評価でコメントの方もまたしてもらえると嬉しいです。はい、ということで次回のね、また別の実況でお会いしましょう。お疲れ様でした。じゃあねー。バイバイ。